春彦くん。それじゃあ僕はこれで。だったら違ったかもしれないけど、うん、ただそういうところは大きい小さいはあまり関係ないから。規模はともかくとして、自分が納得できるかどうかだから。気持ちだけでも嬉しいよ。
こんばんは。私はただの散歩です。夜桜が綺麗なので。風流です。お団子も大事な要素ですよ。お勤めは夕げを作るまでですから、あとは自由時間をいただいています。こんばんは。お友達ですね。フレンドではあります。八百屋さんのご主人です。一緒に散歩をしてるだけですよ。魚屋さんのおかみさんです。わからないです。ただ商店街での買い物は毎日です。それで皆さんに覚えてもらっているのではと。嬉しいです。
控えものすることでしょうか。あ、大五郎さんです。あの子です。主さんは知らないです。名前くらいは教えてくれるものだと思いますが。そうですか。昨日も見たんですか。動物にも伝わってくるものはありますよ。そうなんですか？確かに。夜の散歩は私はよくするので。しばらくは気をつけてみようと思います。Thank you.
ど、教科書も？持って帰ってないの？家に。予習復習は？はあ、ほんとしょうがないんだから。授業聞いてないの？うわ、不真面目。意味わからないし、ほら、ここ。ダメなやつ。バカじゃない？ほら、じゃあここに座って。出していい？ダメな生徒に私がみっちりと教え込んであげる。豆知識みたいなの、教科書のどこにも載っていなかったはずだけど。ってわけでもないけど。英語だけね。まあそうかな。自分で頑張りなさいよ。どういたしまして。起きて。
ね、もう朝だよ。どういうルール？別に3秒くらいだったらいいけど。3秒じゃなくなるし。しない。苦しみも享受してほしいもんだわ。